んにちは、ようこそカップケーキ中毒へ。今回はケーキボードのデコレーションを紹介します。このシルバーの木製ケーキボードをケーキやカップケーキのデザイン、カラーに合わせたボードに変身させます。今回必要な材料と道具を紹介します。色付けしたフォンダント、これでボードを覆います。リボン、サテンリボンではなくレースがついたものを今回用意しましたが、ケーキやカップケーキのテーマに合わせてお好きなものを用意してください。コーンフラワーまたは粉砂糖、作業している台とフォンダントがくっつかないようにするために使います。綿棒、家庭用の綿棒と変わらないものですが、通常の綿棒より小さく、そしてフォンダントがくっつかないようにプラスチック製か金属製のものです。なければ家庭用の綿棒を使ってください。F で、ナイフ、でんぷんのり、少量の水、こちらは水道水です。では始めましょう。はじめに作業場の準備をします。コーンフラワーを振ってフォンダントが台にくっつかないようにします。あまりたくさんかけないようにしてください。フォンダントは使うまでチャック付きの袋に入れて乾かないように保管しましょう。袋から取り出し手で練ります。練ることで伸ばしやすくなり、生地が裂けるのを防ぐことができます。よく練るとフォンダントが柔らかくなってくるので、こうなったら円盤の形にします。もしケーキボードが四角の場合は四角にまとめてください。今回ここでは丸いケーキボードを使うので丸いままにしておきます。先ほど準備した作業台の上に丸めたフォンダントを置き、綿棒を使う前にコーンフラワーを少し下の面につけます。フォンダントを伸ばすときにいつも同じ方向から伸ばすようにしています。綿棒を動かす方向を変えずにフォンダントの向きを変えます。それを繰り返し、フォンダントをケーキボードとほぼ同じくらいの大きさまで伸ばします。もしこのチャンネルの Facebook ページを見たことのある方は気づいているかもしれませんが、私たちが作るケーキやカップケーキは一度もシルバーのケーキボードに乗せて出したことはありません。ケーキボードをデコレーションすることで依頼通りの色やテーマに合わせることができ、よりケーキを美しく見せることができるからです。そろそろサイズの確認をしましょう。ケーキボードを伸ばしたフォンダントの上に乗せます。ご覧の通り、この辺りをもう少し伸ばす必要がありますが、この後ケーキボードの上で直接伸ばすので今はこのままにしておきます。F でに水を少しだけつけてケーキボードの上に広げます。つけすぎに注意しながらケーキボード全体に薄く水を広げてください。端にもしっかりと水をつけます。ケーキボード全体に水をつけました。次に先ほど伸ばしたフォンダントをケーキボードの上に乗せます。そしてケーキボードが隠れていない部分を綿棒で伸ばしてください。ケーキボードを隠すためだけなので、フォンダントが厚すぎないように全体を伸ばしてください。端まで伸ばしたら、もう一度全体を伸ばし、手のひらで表面を整えます。では、ナイフを使って余分なフォンダントを取り除きます。ケーキボードの下にナイフを差し込むと、簡単に持ち上げることができます。切っ先を自分の方に向けないようにしながら、ナイフの腹でケーキボードの縁を撫でるように一周します。シルバーのボードが見えるまで続けてください。こうすればナイフの切っ先を使わないのでフォンダントを傷つけることはありません。ここまでできたら、余分なフォンダントを引っ張ると簡単に取れるので、すべて取り除いてください。
ここに見えるようにフォンダントがケーキボードの縁に残っている場合は指で拭い取ってください。この時水が指につくかもしれませんが、その水を表につけないように気をつけてください。これで赤いケーキボードができました。ここでケーキボードを支えるものが必要になります。今回ここでは小さめのバケツを裏返して使います。ボールなどケーキボードより小さくて高さを出せるものも用意してください。リボンとでんぷんのりを使って縁を飾ります。ケーキボードは飾りであって誰も食べたりしませんが、子供が触っても大丈夫なようにのりにはでんぷんのりを使用しましょう。外側の縁にのりをつけ、指を使って全体に伸ばしてください。あまりたくさんつけるとリボンから透けてのりが見えるので薄くつけるようにしましょう。リボンをつけます。裏表に気をつけてケーキボードの周りを一周させます。この作業をするときにリボンと目の高さを合わせるとリボンを均等に貼ることができます。一周できたらリボンを切って出来上がりです。最後にケーキボードの周りを指で押さえ、リボンが貼り付いているか確認してください。ケーキボードの下を指でなぞり、リボンが縁からずれていないかも確認しましょう。これでケーキボードの準備ができました。色もこれからのせるものにぴったりで、より美しく飾ることができます。このチュートリアルが気に入った方はカップケーキ中毒のチャンネル登録をよろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。